発見。ツイッター探偵団,探偵団今話題のツイッターをピックアップしてご紹介いたします。えツイートしたご本人に出先交渉する対当たり企画です。え、十一月一日、え、新しい月が始まりましたね。水曜日、二十二時となりました。え、今晩も探偵団員の皆さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。 いやーもう十一月ですよ早いもんですねはいはいえー、本日もお相手はあ副団長中野区議会議員吉田幸一郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますそして MC は探偵団団長長尾隆前衆議院議員ですよろしくお願いいたしますはいどうぞよろしくお願いいたします <laughs> えー、さっきまであの野球を見ておりました。<laughs> <ー> <laughs> えー まあ8回まで3対3でなかなかいい試合をやっておりますね、えーまあ、あのオリックスと阪神との戦いということでね、えーまあ、関西勢の戦いで、結構、関西地域は盛り上がっておりますが、中野はいかかがでしょう今、ずっとあのニュース番組ね、うちも見てましたね。うん だか立てこもり事件ばっかりやってましたね。ねあれなんかすど。どんな感じで終わっちゃったんですか。動機はえ、あの、今取り調べ中ですよね。うん、はい。え、二つあったよね。郵便局と病院に発砲したのかな。で、で病,院に<ー>病院に立てこもったんですかね。はい。病院の方の人はあれ、あなたどうなったの。えっと、お医者さんと。えー、誰。 かか怪我されたんですよね、はあはい、でもまあ別にあのあの命を落とした方はいらっしゃらないようですあ、犯人はまだ同期はまだ分からない。86歳のおじいちゃん。はい、あっ、そのおじいちゃん。はあ、なるほど、はあはいで。それぞれ郵便局と病院のんだか受付の対応が悪かったとか言って、なんか発行<ー>してって、ご近所の人の話っていうのが出てきて。 なんか、うん、あの普通にすべきは普通だけど、すぐなんか怒りやすいみたいな話やっぱり最近、ちょっとそうやって切れやすい人多いのかな、うん、ノーコメント、<laughs> いるんだろう、<laughs> <laughs> いや、遠く時々ねあの、僕のトークライブでね。はい すっごい激しい感じの、まあ、テキストを送ってくる方おられるんですけど、はい、お会いすると静かな人っていうのは結構多いねああんか今チャット欄でですね、うん、立てこもりは郵便局だよって教えてくれるあのチャットが入ってましたあああありがとうございますすみません、はい、私はね今日一日ねちょっとあの、えー、情報全部立っておりましてね、えー、お<ー>何にもあの <laughs> たまにそういうい日を作ってるんですよ、うん、SNS も見ない、まあ、自分の,あのライブ配信だけはあのえやってますけどね、ほんの,あの15分、20分ぐらいですけど、今日はね、あのちょっと浦島太郎状態なんで、えー、副団長引っ張っててください、よろししくお願いします、ね、参議院の予算委員会、ちょっと時間があったんで、可能な範囲で見てたんですよ。でうん、そしたら 国民民主党の船山康さんっていう議員が、すごいいい質問されてて、偶然見れてよかったなっていうか、あのなんで人権担当補佐官辞めたんですかとかね、本当、そう置くの辞めたんですかとかね、それから、ええ、ウイグル問題、えっとね、なんかなんか適当に答えて忘れました。返事で聞きたい返事が、後でまたしっかりと確認します。であと、であのウイグル問題について。 国会にいろいろ世界の方集まっていただいてやってるじゃないですか、ウイグルの決議もね、半端なもんだったけど、あのその後どういうふうにしてるんですかみたいなことを聞いて、ではい、川上太郎外務大臣が、なんかうだうだ答えてたんだけど、人権賃金の認定してるんですか、しないんですかって聞いて、で最後はしません、うん、って答えてね、非常に。 でそれであのな、なんでしないんですかの前に時間が終わっちゃったんで、あのでもそのいいううあの、政府がうだうだ言ってる割には、他の国がちゃんとジュちゃんと認定やってるのに、日本政府しないじゃないかと言って、うん、し,あのしておりませんって答えさせて終わって、うん、お国民民主党やるねと思って、うん、なるほど見てました、はい、船山康恵さんはね、あの 山折しおりさんの後継なんですよ。へ<ー>ええ、あ山形の選挙区の方ですよね。そうそう、もっとね、あの農水官僚でね。うん,うん、うんええ。なかなかあの男前の方、ここ,こでして。うん、僕もよくあの一緒に仕事をしたことがあって。あの話があの極めて、あの旧民主党っぽくない。ええ。うんうん、そうなんだ。 まあね、初めてこの方の、ね、質疑見たんですけど、いいなと思って見てました。ああ、それはよかった。えー、<laughs> なるほどね。うん、だから山尾勝利さんがやっていた議連の事務局を船山さんが引き継いでる。へえ。じゃあ、変な汚染されないといいです、ね <laughs> うん、いや、大丈夫だと思うんですよ。 えー、生活とお気持ちに余裕があるみたいで、えー、あのちょっとマグニツキー法、特にあの人権問題担当補佐官がなくなっちゃったわけでね、2年間一生懸命頑張ってやったんなら、引き継ぎがなきゃおかしいだろうって話で、引き継ぐものがなかったからなくなったのかなとか、ちょっとそういう先輩にね、あの嫌な物言いも口にしたくなるんですけども。まあ、民間でね ちょっとそういうのをやろうかななんていうね、あの話をあのしています。はい。どうもすいません。ありがとうございます。ちょっと議事録僕もあの読むことになると思います。ちょっあれおちょっと追っかけてみたいと思います。はい。なるほどね。はい。ライブボートの告知文読ませていただきます。文化人2がついに文化人メインチャンネルでやっているニコニコライブを開始いたします。 両方見れて月額490円ですぜひニコニコメンバーのおーに参加をよろしくお願いいたしますもちろん YouTube のメンバー限定も引き続き続けていきますのでこちらもお楽しみいただきたいと思います本日のお品書きです今日は水曜日1700人ルール適用です一般公開ライブ 22時25分の時点で1700人を超えていれば一般公開ライブ15分延長して22時45分までお届けいたします経済対策は17兆円規模中国違法部位への対応これ予算委員会でも出たようなことをちょっとさっき知りました中国の侵略の実態そしてメンバー限定ライブでは日本保守党と国会議員の帰還問題 杉田美雄議員が反撃チャット質問コーナーということでお届けさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。V の話行きましょうか。これもため息。えー、3番ですね。でこれはえっと動画がありますんで、えー、お願いします。 中国によりまして、今回の当該部位の措置でありますが、まあ、一方的な現状変更の試みであり、全く受け入れ,れることができません。まあ、累次に渡たりまして、外交ルートを通じて、中国側に対し抗議をし、部位の即時撤去を求めているところでございます。まあ、委員ご指摘の部位の部撤去等につきまして 国連の海洋法条約には、明文の規定がございません、個別具体的な状況に応じて検討することが必要でありまして、その下記につきましては、一概にお答えすることは困難と考えております。政府といたしましては、引き続き、あらゆる機会を捉えて、中国側に対しまして、当該部位の撤去、即時撤去、強く求めてまいります。 東君、撤去、まあ、してはいけないという、ですねそういったものもありませんので、まあ、ぜひ撤去すべきだというふうに思いますはい、ありがとうございます。じゃあ、4番ちょっと副団長、ご自身でお願いします、はい、これもですね、もう驚きの答弁ですよ、お申し訳ないけど、驚きの答弁。で、私はこれが岸田内閣の見解ならって、見解ですけどね、あのわざとあえてあの、助け船の意味も含めて。 これ、間違ってましたって後日言ってほしいと思ってるわけですよ。ね、これが岸田内閣の見解なら、岸田内閣は有事に全く対応できない <laughs>、うん要、要するに法律とか条約とかに書かれている、明,明示されていること以外は何にもできないっていうんだったら、条,あの条約など、あるいは法律で当時想定していなかったことについては何にもしませんって言ってるに等しいわけですよ。アホですかといや本当にね これ、川上さんがアホなんじゃなくて、この答弁を書かされて、そして、多分閣議決定とかしてるんでしょとにかく、これ、内閣の責任ですからね、こんなバカみたいな答弁を書き、国会という場で答える岸田内閣、もうね、もうこの一点だけでも退陣してほしいと僕は思っています。でそして、私はこれについて2つツイートをしました、1つは有事に全く対応できませんよということの指摘と、もう1つは、 あのもう半分、嫌味にですね中国の EEZ に V を置いてみりゃいいんですよと、これだって国際法違反じゃないって言うんだったら日本も置けるじゃないですか、中国がどういう対応をするか、中国は日本の EEZ に置いてるものをえ撤去させないために中国の EEZ にも浮かせ続けるんだったら、もう100も1000も浮かせないわけですよ、そういう対応をきちんと日本はすべきですね。 はいいありがとうございますさっきね、東徹参議院議員が最後に言った言葉が実はすべてなんですよ。ダメって書いてないってことはできるってことなんですそう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 。上川大臣も、えー、名文の規定がないと書いてある。で規定がないってことは、やっていいって読み込むのが、 普通の読み込み方なんですよ。その通りです。あの東参議院議員、このあと、1、2回ぐらいちょっと押収したのかどうか、あとで僕も議事録確認してみるんですけど、意外と報道ってね、ここで終わっちゃうんですよ。で、個別具体的な状況に応じて検討する必要があるなら、検討して撤去しろって話です。だから上川陽子、 大臣の答弁には、うん、なんていうかあのヒ、ヒントがいっぱいあるんですよ、うん、だからこれがあの、まあ、最終的な大臣がね、あの読んだ言葉だから、大臣がその責任を負わなきゃいけないわけなんですけども、まあ、読んじゃってるんでね、まあ、読まされたことであの責任を免れないわけですけど。これね、いいですよとこと これあの、いふ、うん、もしの話で、部位置かれたらどう,でどうしますかって聞かれたら、あの答弁で構わないんですよ。だけど、うん、実際に置かれてしまってるんだから、これは1秒でも早く撤去しないと、うん、あの現状、原状ね、原状回復っていうのをしないと、相手方の主張を日本が容認、黙認したというあの、まあ、時間がどん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 増えていくっていうことなんで。 国益を明確に、あの、損なっているんですね。で、こういう状態で検討するとか言ってから、検討しって言われるんですよ。もう一、二往復。するべきじゃないかなって思いましたね。この質疑はね。えー、まあ、私はその場に。表現す,すべきですよ。うん。うん その場に入れないのでなんとも言いませんが、まあ、関連で5番 MI2 さんのツイッター、えー、これは高市早苗大臣の解説のようなんですけれども、これは、えー、高市早苗チャンネルのあれですね。でここでは 洋法条約に照らし合わせてどうするか今、考えてる状態 <laughs>、えー、撤去することが条約に合致するかどうか、いや、合致もくそもないと思うんですよ、書いてないんだから、えー、何がしかに書いてあって、その通りでいいのかって言ったら、書いてないことはできるっていう、そういう読み方もちょっと高市大臣らしくないなと思いますね。いや内20回ですよ、えー撤 撤去して、えー、条約違反にならないかどうか、やったって書いてないんだから、条約違反にはならないですね。で、条約には撤去可能か書かれてない、そうです、可能かも、何にも触れられてないんで、可能も不可能もないわけですね。で、まあ、本来は撤去すべきと、まあ、これはそうですよね、えー、どうですか、どうぞあだから、多分高市早苗内閣だったら、こんなことはチャンネルで言わないんでしょう。 は考え方を解説してるだけに過ぎないと思いますよ。まあそうあってほしいですね。はい。 えっと25分の時点で皆さん、えー、今日も本当にありがとうございました1866人この瞬間あもうまもなく 2000, 年2000人に、えー、到達する視聴者いただいております本当にありがとうございますありがとうございます、えー、ということで、えー、15分延長して22時45分までお、えー、お届けいたしますどうぞよろしくお願いしますありがとうございます,いしますはいガンガンいきましょうで6番の高橋さんですね 危険物かどうかくらい調べられないのかとさすがに危険物だったら除去できるでしょまず V に乗り込んで調査したらどう外務省職員なら手に余るというなら自衛隊ならできるはずとあの今日写真に出てこないけどもあれどうも V というよりはなんか構造物ですよね そうですねなんか上にあのあのあアンテナでも立てられそうな、そんな勢いなんですけど、これ、いかがですかだからね、まあ、国連海洋法条約で言っていることは、e d z 排他的経済水域というのは、要するに排他的な経済水域なので、経済的行為はあの、まあえー、優先してというか、戦艦して行うことが許さ認められるという水域なんですね。なので そ EEZ 内でその他国の船が例えば何をやっているか、漁業をやっちゃいけないわけですよ、許可なく。で、あの調査やってるっていうと、これ、グレーゾーンで微妙なんですね。だから、隣検をかけて、あの友人船だったらですね、隣検をかけて、経済行為をしているかどうかっていうことを確認するという権利はあるんですよ。で、この V についても、この V が経済活動をしているかどうかを確認する権利は日本国政府にあるんですね。 でそして相手によりますけれども、これ、経済活動でと勝手に認定すればいいんですよ。であるいは経済活動につながる行為で、これは日本のやっぱり日本の許可が必要ですよというふうに、まあ、いくらでも私は言えると思って、で少なくとも、えー、それを確認して、壊れてるからといって、親切に回収してあげようっていうこともできるわけですよ。何でもでもきますはい 全くその通り。<laughs> まり。ちょっと次行きましょうか、えー、あの長くなっちゃいそうだったんで、一瞬、<laughs> え中国の侵略、えー、これ、7番、8番、えー、両方とも吉田副団長、ちょっとリツイートしてるんで、あの合わせてちょっとお願いできますか両方いっちゃいましょう。はい、はいえー、こうやってですね、日本政府があの排他的経済水域に部位置かれて、撤去できませんとか言ってる間にですね、 あのまあその武器を置いた国が何をやっているかですね、中国船、奄美大島沖の日本の排他的経済水域、EZ 内で海洋調査か、<noise> 第10管区海上,保 <coughs> 海上保安本部、鹿児島は31日、鹿児島県、奄美大島沖の日本の排他的経済水域内で、中国の海洋調査船がワイヤーのようなものを海中に落ちているの水を確認した、これは無害通行ではないんですね。あの調査とというものものちゃんと あのえーまあ、その排体経済水域の管轄国に報告をしてで、その本当は許可を得るというのが、まあ、今,の今のルールになっています、あの事実上、それをまあ完全に無視してやっていると、でそして2番目、えー、っとどこいった、えーっとはい、台湾周辺に中国軍43機軍艦7隻もという記事ですね。こ、えーえー、これはどこ行った こっちを読んだ方うがいいか、うち、えー、延べ37機が台湾海峡の暗黙の急線ラインである、えー、中間線を越えたり、台湾の南西や、えー、南東の防空識別圏に侵入したりした。でこの短い文書のです、ねえー、南西なら分かるんですね、あのつまり中国側、中国側、つまり台湾海峡。だけども南東側というところは 台湾環境じゃないんですね台湾の東側なので、台湾を越えて太平洋側ですよ。ここから防空識別圏に侵入している、つまり方角としては太平洋側から台湾とその先越えれば中国大陸に行きますよという方角に方向にわざわざ遠回りして向かって突っ込んできたって、まあ、こういう行動を取っているわけですね。もう様々な もうこれ本当に同活喝、威嚇、挑発活動そのものであります、でそして、えー、軍艦延べ7隻の活動も、えー、確認された、もういつでも攻撃できますよ、いつでも攻めますよということを、これもですね、えー、の状態化していますでの、台湾側が心が折れることをね、まあえー、狙って祈としているんですね。もう戦ってもあの勝ても勝ないやと でそうすると、あのバカな、えー、ジャーナリストとか、バカな、えー、元、えーえー、政治家とかが出てきてですね、責められたら、責めてる人が死ぬまで逃げてればいいんだみたいなことを、台湾の国内で言う人が出てくることを狙ってるんですね。なので、日本に対しても同じです。えー、日本が責められたら、責めてる国の、えー、例えば国家主席とか大統領が、えー、死ぬまで逃げてればいいんだ。 みたいなことを言う人に絶対に騙されてはいけないっていうことですね、はいまあ、中国はあの経済も今ちょっともうボロボロの状態でで李克強が亡くなられて、まあ、第三の天安門事件が、えー、起きるんじゃないかってことですごく警戒態勢を引いていてでまあその一方でね あの西側諸国においてはあのウクライナの問題やパレスチナの問題やらが出てきて中国が一番喜んでいると、まあ、台湾に向けて、えーまあ、あ西側諸国が、うん、ちょいとこうあのガラ空き状態になるんじゃないかと、まあ、たまたま日本と台湾にとってはこの局面で、えー、事なきを得ていることが、うん、奇跡的な状況だと。それでも台湾に対して 日本の奄美に対して今、副団長がちょっと解説してくれたようなことが起きている、これに対してね、ことで抗議をするというようなことをやっているのは、本当にあの日本だけだなと思って、ちょっと本当にあのげんなりするわけであります。えー、それでは11番 12番、これちょっと吉田副団長の方で解説お願いできますかはい、はい、まず11番ですね、<laughs> 杉田明議員のツイートですね、逆転差別、えせ、差別がなくなったら困る人なんて存在しないとおっしゃる方は、地方自治体、市役所や町役場の窓口で1か月ほど、<laughs> お仕事をしてみられたらいかがでしょう、現実がよくわかると思いますよという、えー、ツイートでございまして、あの杉田明議員自身が西宮市役所かな、にあの勤められていたわけですよね。自分の経験をもとに、まあ、国会で政治活動されているわけですよ。で、これ、誰に対して言ってるかっていうと、まあ、変なあの例のレインボーのマークつけてるですね。 レインボーマークの人たちの中の1人がですね、ぐだぐだ言って、なんだこれ、えーと、どう考えても差別発言、えー、自分では差別と認めない上差別がなくなっては困る人たち発言、差別がなく,な,なくて困る人なんかおるか、こんな人が議員なんて恐ろしいなと、えー、悪口を言っているとまう、あ、これに対するあの、えー、反論なんですね。 差別がなくて困る人いるんですね。だからこれはもう実は法律にもなっています。エセ同話という言葉ですね。これ法律になってるんですよ。あの、一般用語じゃないです。エセ同は行為はいけませんと法律に書いてあるんですよ。で、このエセ同は行為って何かっていうと、差別されていないのに、差別されてるふりをして、あの、まあ、いろんな利権、 あの特をしようとする行為これをエセ同和行為と法律用語になってるんですが、それううたちはいるということすらですね、このレインボーは知らないということですね。はい、ありがとうございました。本当にね、うんまあこの差別同和問題っていうのは、まあ私が衆議院の活動をやってたあの大阪近畿、ええー、特に河内。 私のところだとあの八王子、えー、ここはあの水平社発祥の地なんですよ。えー、であとは羽曳野、えー、こちらも、あのーまあ、いわゆるドア地区の方々があ、まあ、あの牛だとか、えー、豚だかとかをさばく産業を、えー、立派にやってくれていてものすごく一大地場産業になっているんですけども。 まあいろいろなこ名残があってですね、えー、本当に差別されている方は救済されなければいけないけれどもその恩恵をですね、えー、利用して、えーまあ、先ほど法律用語であるエセ同話このね戦いは <laughs> あの常にありましたね。えー、私もねあの 9段階の席に座らされたことが2回あります、えー、最後まで証拠出せと、えー、あの私はそれを突っぱねましたけど議員になる前でしたね。えー、というのは私はあの生まれも育ちも東京じゃないですかで大学で京都に行って初めてあの部落とか同案問題っていうのを知ったんですよね。副団長はあの どうですかその辺といつ頃知りました、そういう問題。言葉を知ったのは小学生の時ですね。<あ>あ<の>すごいね。僕は僕は変わった子供で小学生、<laughs> 小学生の時から当時の朝日年間とか読売年間とか<ー>現、現代用語の基礎知識とか、うん、そういうのをよあの読みまくるのが大好きな子だったんですよ。うんうん、なので頭で頭っかちにあの、まあ 文章上の言葉としてそれ知っていました。<laughs> ね、実際にそれを知、えー、まあ知ったのは、えー、大学になってですね。はあ,はあ、あの大あ高校だ高校生の時にあの関西から私の学校に、はあ、あの、うん、まあ、えー、入ってきたあのな仲間がいたんですよ。どあのど同窓生がいたんですね。 はい、でそ,でその関西の状況を聞いて、もうその東京とのあまりの違いっていうかね、はあ、うん、っていうことをお驚いた、で、その後その仲,仲良しの人たちと関西に遊びに行って、ままま、ちょっとで最、最終的には私あの、えー、伊賀あの、三重県の伊賀地方も選挙区にしている、えー、衆議院議員。 もう今あの亡くなった中井宏というです、ね、あの元法務大臣、元国家公安委員長、この秘書、政策秘書になった時に、やっぱり地元に入るわけですよ。で、ここでこの伊賀の地元の方といろんなお話をしている中で、つぐさに知りました。うん、だから、まあ、要するに30、えー、34ぐらいになって、初めて具体的に知ったって感じですかねなるほどね。 僕は大学の2年の年時だったんですよ、うん、で全然知らなくてで、まあ、それはそれで心に留めておいたんですけど政治の世界に入って、えー、選挙区がやっぱりそのど真ん中だったんでね、まあ、いろいろ勉強しましたよあの宮崎学さんっていう方のね「うんえー、近代の奈落」っていう本を読んだ時はなるほど衝撃的だったです。うん、本当にもうう信じられなないようなあの差別を受けた そういう方々がいたということについては本当に実社会の,ねあの闇を知ってえこれは深刻な問題だなという認識を持ったことはあの事実だったんですねただやはりそれを利用している方々の姿というのがもう本当に実体経済に見え隠れしていたんでねあの まあ話長くなるんで簡単に言っちゃいますけど例えば小野寺勝さんがね北海道のウポポイのことアイヌのことを取り組んでらっしゃるじゃないですかアイヌでない方々もアイヌの事業資金を受け取ってますよねそれと同じように被差別部落の方々に対して施されている法律を被差別部落の方じゃない方々も使っちゃってるっていうこれについて かなり僕、理路整然と戦ったけれども、2回、球団会に呼ばれましたね。うんえー、だけど、処罰はなかったです。まあ、今思えば、そんなところに行かなくてもよかったなと思って、もう破棄するように言ってしまいますけど、やっぱりね、ここその、まあ、たまたま今、あのブラック差別の話になっちゃいましたけれども、うん、え杉田議員がね、やっぱりちゃんとこうやって、あのー、自身のね、こういうあの差別はやってないと。 むしろちゃんと寄り添ってきたということはね、あのこまめにまた打ち返していただきたいなと思います。あと何かありませんかいや、まあ、この件は、はい、これで、ね。はいはい